阪神オリ優勝パレード号がアフィリエイト号と呼ばれてしまう。いくら何でもこれはないやろ。こういうのって本当に効果あるんかな。しゃあないただより怖いものはないんやから。クラファンで取る予定だった分の4億を企業に出させたからな。カリスペ好きや。これ見てこの企業のものとかサービス買おうってなるやつこの世におらんやろ。そんなん野球場の看板でも言えるやろ。1コマいくらなんやろうな。こんなん逆効果やろ。お前らもっと頑張れよ。評判の悪い万博絡めなかったら普通に集まったやろ。残りは企業からやれ。関西電力みたいなインフラ企業がここに広告出す意味あるんか。大阪が金ないからしゃあない。てか阪神って毎日あれだけ客入ってグッズも売れて極端に高額年俸の選手もおらんやろうに金ないんか。これ球団主催やなくて自治体主催やから大阪に金がない。これ球団やなくて自治体主催なんか阪神球団が主催ならもっと派手にやったやろな。金集まらなかったからね。 V の方が小さくて草。クラファン羊たちだったからしゃあない。これオリバン合同パレードやぞ。クラファンで金集まらんかったからこうなったんちゃうの。せめてパレードのロゴが上やろ。さすがに大阪の企業でも日本ハムは出してないな。あらやりすぎやろ。あらまだつつましかったオタフ製の頃。わらわら人に見せるデザイン考えてるよねその時代。一方今回ありとあらゆるものが劣化してんだなこの国。せめてこれぐらいならよかったね。スポンサー号。広島の時はシンプルなのに。広島はなんでスポンサーなしで行けたんや。政治絡んでないと普通はみんな協力してくれるんやで。オリックスも去年は。やっぱ個別にやるべきやったな。集めた金の何割が万博へ行くの。8割以上は万博に行くんやろ。試食員はボランティアやん。阪神タイガースさん38年ぶりの日本一なのになぜかオリックスと共同でパレード、なぜか万博とコラボ、全身アドセンスラッピングカーで更新。言うほど広告見てその店行きたいってなるか。オリックスにも阪神タイガースって書いてあるのか。万博絡んでなければ1日で溜まってたやろ。御堂筋は穴は EBC 時期か、神戸は3テレビやったな。こんなんにまで広告つけんなや。タイトルだけ見てバニラバス想像した。御堂筋やばすぎた分50万人ぐらいおる。メジャーみたいに紙吹雪ないのか。別に車のデザインなんてどうでもよくない。その分自治体の金セーブしてええことやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。